い、どうも、鳥さんです。そうですね。まあ、いきなりもう始まってますけどもね。なんか、そう、以前、その、企画会議じゃないですけども、まあ、そんなようなことをやった動画が多分あったと思うんですけども、まあまあね、いろいろコメントもいただきましたが、まあ、いろいろと、まあ、やれること、やれないことはあるんですが、まあ、意外と多かったのが、また質問を、みたいな、コメントが多数あったような気がしましたけども、そうですね、前に一回募集させていただいて、結構ね、たくさんいただいて、まあ、できうる限りは多分質問答えさせていただきましたけども、まあ、結構間も空いたので、まあ、またねちょっと質問の方を募集してみようかなと思っております。以前まあこれ答えてたかもなとか、まあ、そういうのあんまり気にしないで、なんとなくもうそれこそ何ですかね、一番好きな、朝食メニューはもうそんなところから始まってもいいのでですね、なんか個別の作品うんぬんっていうのはちょっと答えづらかったりすることもあるんですよ。いわゆるいろんな権利だったりね、ちょっといろんなことがあるので、まあまあまあ、でもそういうのもあんまり気にしすぎず、一旦なんか聞いてみたいこととか、この役やるときどんな感じでしたみたいな、まあ、取材とかでも結構答えてたりはするんですけど、まあそういったのも、まずは、なんでしょうね、その、あまり気にせずですね、聞いてみたいことがあったら、そういったことも、質問していただければ、できうる範囲で答えていこうかな、なんて思っておりますので、もしよろしければですね、また、ちょっとそういった機会を設けたいと思いますから、どしどし、質問の方をですね、送っていただければと思います。コメント欄の方にですね、書いていただければ、ありがたいと思っております。まあね、質問ね、難しいですよね。まあいろいろ、そうね、なんかまだ話してないエピソードとか、あと、単純に面白いことあるかなとかいろいろ考えるんですけど、割とね、その、まあ、この業界長くやってるとですね、そういった機会も多かったりして、もうこれ答えたなとかっていうこともあったりするんですけども、まあこの場で答えてなければね、まあ、例えばメディアとかの方で答えてたりすることもあるかもしれませんけども、まあ、もしかすると人間時が経てばですね、考え方も変わったりしますし、例えば同じ質問をその役に対してもそうなんです、例えばですけどね、役に対して、この役に対してとか、この作品に対してどう思いますかみたいなのも、もしかすると時間が経ったり、全部やりきって時間がさらに経って、自分の中でのその捉え方とか、考察っていうのも変なんですけど、自分が携わってるやつだから、そういうのもね、変わってきたりはするんですよね。単純にほら、一個人としての考え方、生きていく上での考え方とか、仕事に対する考え方とかっていうのもほら変わっていくじゃないですか、その時々で。だから、そういう意味ではもしかすると同じ質問でもですね、違った答えになるかもしれませんし、それは決して前回が違うとか、今回前と違う、同じこと、違うこと言ってんじゃないかみたいなね、ことになるかもしれないんですけども、それはでも今現在の私が、思うことであって、どちらも正解なんですよ。だからって前がを否定するわけではなくてですね、それはあの時はそう思ってたし、実際にそれが正解なんですよ、その時の私の口から出たものが。ただ、時間が経つことによっていろいろ経験したりとか、いろんなことを踏まえて、今同じ質問を受けたらもしかしたら答えは変わる可能性もあるので、だからそういったところも含め、自分でもね、ちょっとそういうのはね、楽しみでもありますし、決してそれがだから、ブレブレでとかっていうことではなくてですね、なんか、今はこういう考え方なんだ。51歳になった、鳥さんは、こういう考え方に今至っているんだとかね、なんかそういった、差というか、違いが見えても面白いんじゃないかななんて思いますので、あんまり質問深く考えすぎずにですね、もう何でもいいです。一番好きなお菓子はとかそういうのでも全然いいので、もちろん変わりますし、一番好きなポテトフライの味はっていうのも多分変わりますから、
下手すんとその日の気分で変わりますからね、なので、まあ、お気軽に、何か、質問の方、送っていただければと思いますので皆様よろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。